スノーボード天国超アウトレットバーゲン第1弾11月17、18京セラドーム大阪。押して押して、わー出てくる今夜のオンチカはハイドがこよなく愛する京都で物件探し。ハイドさんのサングラスを外したってことこれはもう真剣な現れだ。どうもお久しぶりです。誰やっけ。いやちょっと忘れないでくださいよ。今夜のゲストはお久しぶりの登場、ハイドさんです。よろしくお願いします。今年ソロ活動を再始動させたハイドが先月3枚目のニューシングルをリリース。さあハイドさん、はい、私たち実は今京都にいるんですが、なんで京都かと言いますとね、うん、番組アンケートで、うん、ハイドさんに今後の夢はとお聞きしたところ、うん、なんと京都に住みたいと書いてくださったんですよね。そうなんですよ。なんでまた京都なんですか。年取ってくるとなんかもうごちゃごちゃしたのがなんか嫌になってくる。ダメです、ハイドさんが年取ってくるなんて言わないでください。こういうのを見て落ち着きたい、はい、こういうのお好きですか、うん、古き良きを見るとなんかキュンキュンするね。かわいい、キュンキュンするんですか。じゃあ将来的に本当に京都に住みたい、 お家を買って住まれる可能性もある、うん、うん、そうやな。ということでハイドさんがこよなく愛する京都でハイドさん好みの2つの物件をご案内。1軒目の物件を案内していただくのはビークルの朝倉さん。コンセプトが大人の遊びと至福のくつろぎという2つのコンセプトで作ってます。大人の遊び、はい、こちらの花見小路から歩いてすぐという好立地にあるこちらのマンションの大人の遊び至福のくつろぎの部屋とは。なんか似合うな。おお。すごい。かっこいい。これ家？何これ。うわ、このドアもめちゃくちゃかっこいい。家に入ってもう一回また立派な玄関があって、もう一個の階に入るって感じで、そういう感じ、ちょっとあれやな、ね、大人のその遊びっぽい。そうです、こちらがそうです、遊びのここからスタートなんです。そこやな、じゃあリビングの方に。ほら、どうです、中どうぞ。遊び始まりますよ。あ、いいやん。あ、すごい、ワインセラー。大人。ワインか、普段大好き。じゃあワインセラーがあるもいいじゃないですか、うん、そしてこのオープンキッチン、これめっちゃいいやん。これ、ね、お料理とかされるんですか。うん、全くしないけど。あ、しない。しないですね。しないけどね。でもこうやってみんながパーティーしてる時にこうなんかね、これいいんじゃないですか。ワインのおつまみぐらい、ね、場所が祇園なので、そういうあの板前さんとか呼んでプロの方に料理してもらったり、わー、はい、そういうことができるような、本格的な以上キッチン、効果音ぐらい上手ですね。すごっ。続いてのお部屋は、こちら寝室になります。おお、はい、ベッドルームってやつですね。はい、行っちゃっていきましょう。いらっしゃいませ。いや、向こうのセリフですけどね。いらっしゃいませ。でもすごい、あ、何これ、何ですか、何ですか。至福のくつろぎが味わえるおしゃれなベッドルーム、そしてその先にあるのは、あ、ここにめっちゃお風呂見えてるやん、ジャグジーやん。これって入っていいんですか。入りたい、入りましょう。何ここ、最高。すごい、やばい、景色もいいし。浴室にはジャグジーだけでなく、なんと大型テレビ、そしてスピーカーまでも完備。ミュージックスタート。わあ、すごい。
1000万円という浴室、そして本格サウナなどにテンションが上がりっぱなしのハイドさん。かっちょええな。いいですね、このお家いかがでしょうか。いいんじゃない。あ、いいですか。キッチンからのこの流れ、そのシェフ呼んでっていう流れがすごい美しかったですね。そうですよね。これは使えるなって感じですね。だいたい おいくらぐらいと思いますか、予想。2億5000。2億5000万。果たしてこちらのマンションのお値段は。1億6800万円になります。どうですか。うん、思ってるより安かったけど。そうですよね。最近ちょっと問い合わせも多いので、まあ、できるだけ。何そんな。なくなっちゃいます。煽るようなこと。続いてハイドさん好みの物件を案内していただくのは家屋の上村さん。街中の隠れ家をテーマに作った家です。面白そう。まさに京都ですね、それね。え、街中の隠れ家とは一体どんな家なのか。あ、ここですか。はい、こちらです。はい、確かに。はい、間口は、はい、間口はもう1メーター50センチほどしかございません。ここじゃないんですか。じゃあこちらはあの別のお宅。別のお家。はい、これの奥ですって。はい、じゃあちょっと続いて。こういうの大好き。いいですね。友達とかある時、ここじゃないのって。はい、これ好き。いいですね。もうテンション上がってますか。うわぁ、ドキドキしてる。ねえ。ここ、はい、まっすぐお進みいただきまして、はい、こちらがリビングになります。もうここからこっち抜くんですか。はい、ここからお家。はい、すごい。キュンキュンしちゃう。キュンキュンしちゃう。嬉しい。いいな。ハイドさんがサングラス外したってことは、もう真剣な現れだった。何言ってんだよ、外してねえよ。生で見たいってことですもんね。外してねえよ。いいですね、ここいいな。素敵。続いてのお部屋はこちらで靴を脱いでいただきまして、はい、上がダイニングキッチンになります。ここキッチン。はい、うわ素敵。なんかもうそれこそハイドさんが望んでた古き良き時代のお家じゃないですか。ちゃんとね、最新式で。ねえ、おしゃれな。これシェフ呼べる。いや、それ大事ですね。縁側やん、ほら、ね、縁側。ほんまや、あそこで、あの縁側でスイカ食べてもいいんですか。嬉しい。種飛ばそうかな。素敵。美しいね、なんか流れがね、いちいち。そうですね。ここで死にたい。いや、死ぬの。そう、僕縁側で死ぬのが夢なんですよ。そうですか。じゃあもうここ買いましょう。ちょうどいいじゃないですかね。近いですか、どうですか。いやいや、なんかいや、今までええわ言ってたのに、いやなかなかないですよ、ハイドさんが。この後も町屋を満喫するハイドさん。いいですか。いいですね。あーよ。さあハイドさん、うん、こちらの一軒家、うん、いかがでしょうか。ここにしようか。おー、だいぶお気に入り。だって
本当直の生の名言ちゃんとチェックされてましたもんね。ちょっとね、うん、いくらぐらいやろな。いや結構すると思うで、うん、7億ぐらいじゃないですか。7億果たしてこちらの町屋のお値段は。1億4800万です。ポケット、ポケット買いましょう。買うか、うわ、no、だから僕が1000万だ、それって1億3000万だ。ないわあるか。将来本気で京都に住みたいという今後のハイドさんの動向と3枚目のニューシングルも要チェックです。なんかちょうだい、ハイドさんの直筆サイン入りポスターをプレゼント。キーワードは番組の最後で発表。ここからはブレイク必至のアーティストを紹介。逸材7